サポウイルスはカリシウイルス化に属するウイルスの属で、サッポロウイルス一種のみが知られている。種名、属名ともに、サッポロの個人で最初に集団感染が起きたことにちなんでいる。人及び豚が自然宿主である。サポウイルスの粒子はエンベロープを持たない直径27から40ナノメートルの正二十面体であり、ウイルスの中では小さい部類に属する。 特徴的な星型の電子顕微鏡像を示す。ゲノムとして約8300塩基のプラスサ1本腐り RNA を持っている。サポウイルス属はウイルスの分類上、第4群のカリシウイルス化に属している。サポウイルス属には、サッポロウイルス一種のみが認められているが、ジェノグループ7つが認識されている。人に感染するのはこのうち GI、GII、g i v GV の4種類である。ウイルス性胃腸炎の原因ウイルスの一つ。ノロウイルスとともに、成人のウイルス性急性胃腸炎を引き起こす、代表的なウイルスであるが、ノロウイルスと違って小児に対しては、穏やかな症状しか起こさない。主な症状は腹痛、発熱、大きで、しばしば集団食中毒の原因ウイルスとなる。サポウイルスの予防には、 一般的な衛生管理が最も重要となり、トイレを使用した後や、食事の前、食事の準備の前に手を十分に洗うことで、行うことができる。汚染された表面は、消毒剤や漂白剤を含む溶液で洗浄する、必要がある。その他の予防法としては、感染者との接触を避けることや、感染した人と飲み物や食べ物を共有しないことなどが挙げられる。ありがとうございます。